こんにちは。生体ニコニコスタイルの人です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みのあなたに改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということでですね、今日も肩が痛い人のための肩のストレッチ、1分間肩のストレッチということでお届けしたいと思います。で、昨日ですね、前回からちょっと引き続いて、前回はですね、こういう十字にするですね、このストレッチ法についてお届けしました。で、今日もですね、こういう定番のこういうストレッチですね、これについてお届けしたいんですけども、実はですね、これをやりますと、今この右手をバンダイしてて、この状態なんですが、これをですね、こういうふうに、無理やりこっちの、この二の腕の力ですね、ここの力でぐっと押さえつけるようにして、ぐっとですね、押さえつけるようにしてこっちを伸ばすっていう、一般的にはこういうストレッチなんですが、これをやりますと、関節が、ここはですね、無理やり伸ばされますので、関節が、ずれてしまって、それで周りの筋肉が緊張して逆にですね肩を痛めることに、なってしまいがちなのでまあこれはやらない方がいいんですけどもちょっと私が一回やりますとさっき伸びてる感はあるんですがこれも関節の動きを無視したやり方になりますので無理やりやってますので、この辺になんかやった後なんか残った感じになりますで上げるとですねこれが、こんだけしか上がらなくて上がりにくくなりますとてもで、これはどうやるかと言いますと、これは前回動画をご覧になられた方は、ちょっとわかるとは思うんですけど、こういうふうにまず、ですね、こういうふうに、でんでん太鼓のようにですね、腕をプラーンとですね、していきます。で、この流れのまま、こう持っていきます。で、ここはただここに引っ掛けるだけで、これでグッと引いたりですね、引っ掛けるだけです。あとはもうこのままダラーっとですね、こっち側にダラーっと垂れていくだけです。で、無理に垂れすぎないようにしてください。ダラーっと、自然にいけるぐらいダラーっと、ここからしたら引っ掛けてるだけ、ダラーっと垂らすだけです。で、できるだけ、横から見たときに、こう前にならないようにして、真横にこう垂れていくような感じですね。真横に垂れていくような感じ。いうような感じで、こういうふうに垂らしていきます。次ですね、柔らかくしようと思ったら、前にこう行きがちなんで、前じゃなくて、真横ですね。これぐらいで大丈夫です。でそうしますとですね、肩がこっちが下がってきますし、上げた時にこんだけ上がるようになるということになります。これを逆に、いつも、普通ですね、やるように、こういうふうにぐっと力で持って、こう無理やり関節を伸ばそうとしてしまいますと、関節がですね、ずれて、周りの筋肉が硬く、反発して硬くなってしまって、ずれることによっても硬くなりますので、こういう風なのをやりますと、こっちが上がってしまいます。で、こんな風に、上げにくくなってしまいますので、今言ったように、こういう風にプランとして、で、そのまま、こう持ってきて、あとはこう引っ掛けといて、あとはだらーっと真横にだらーです。で、もしこれが痛い場合は、やらない方がいいので、他のストレッチ法を試すようにしてください。気持ちよくじわーっと伸びてくるようでしたら OK です。じわーっと伸びてくるようだったら OK ですね。これぐらいやるとだいぶ変わります。肩がこっち下がってますし、上げやすくなるという風になりますので、力ずくで、特に硬い人とかですね、なかなか柔らかくならないと、どうしてもですね、力に頼ってギューギューしがちです。で、痛いと早く良くしたということで、力で何とかしがちなんですけど、やっぱり力でやりますと、関節ですね、この関節を痛めてしまって、あるいはこうずれてしまって、余計に周りの筋肉を硬くして、柔らかくなるどころかですね、後からよりここが硬くなってしまって、ここはずれてしまいますが、ずれないようによりここを守るために靭帯とか筋肉もより硬直して、関節を守ろうとしますので、今のように重力でダラッと、するように、どっかを縮めるとかいうことはしないようにしていかれるといいと思います。これ基本的にはストレッチ法はすべて同じ要領になりますので、また違うものを紹介したいと思いますけども、この肩のこれとかこれに関しては今のようにやっていただくといいと思います。ということで今日は肩が痛い人のための1分間肩のストレッチということですね、正しくやりますとこれだけ効果が違いますので、ぜひあなたも取り組んでみてください。ということで、本日も動画をご覧いただきありがとうございました。またわからないことがありましたら下からコメントいただければと思います。ではありがとうございました。